感じで。スタジアム MC の池田琴美です。よろしくお願いいたします。前園正清さん、はい、よろしくお願いします。お願いします。そしてガンバ大阪 OB の武井拓也さん、よろしくお願いします。深津選手、お願いします。お願いします。そして垂水選手、よろしくお願いします。そして児玉選手です。よろしくお願いします。めちゃめちゃ元気。あ、僕が触るってことですね。はい、ジャンプで。池田さん知ってます？一応元サッカー選手です。面影ないかもしれないですけど、うん、園さん、僕一応元サッカー選手。いや、そうそう、知ってます。だから行けます。行きますね。行きますから全然無理飛んでました今。飛んでました。武井さん 3.3。 おー、余裕すごい。余裕。この後、はい、後ろで皆さんで体験会ぜひお願いいたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。よろしくお願いします。本日一組目のスペシャルゲストをお迎えしましょう。この方です。どうもどうも、皆さんやってきましたよ。 It's my life。 どうも皆さん、やってまいりました、中です。パワー、拍手をください。ありがとうございます。特注のユニフォーム着させていただいております。はい、やはりお願いをしまして、はい、タンクトップタイプのユニフォームというのをですね、制作していただきました。めちゃくちゃかっこいいでしょこれ、ね。はい、それでは皆さん、選手の皆さんにエールを送りましょう。いきます、筋肉337秒し、それ4 OK。 拍手をください。パワー。かわいい子、かわいい子、最高です。
サイドかける青のラテラル中野俊也、背番号40若き青のワンダーボーイ東山翔士。ファールありません。さあガンバボールになった。ファンガラーの横パスから山本、
山本運びます。縦に入れる、カンガラーの追いつけばチャンスになる。カンガラーのグランダーで出した、シュート、山本のシュート、ニアポスト。いやー、大チャンスでした。ダワン、ファンガラーのアウトで出して、ジェバリー、これもよく触りました、ソンボム君。左には黒川がいます。その黒川へ、さあ黒川はどうするか、縦に行くのか、早めに上げるのか、横パスを入れて宇佐美だ、宇佐美だ、シュート、これもソンボム君の正面。小野選手のスルーパスっていうのを狙っていきたいところだと思いますし、我慢しましたら本当宇佐美選手の素晴らしいシュートでしたり、ジャバリ選手のシュートっていうシーンが出ているので、ファンガラの、ファンガラの左を使います。中にジェバリー、ジェバリー落として、ファンガラの、ついに崩しました、ガンバ大阪先制。 J1 ホーム899ゴール目、ファンガラ決めました。1対0ガンバ大阪、完全に崩しましたね。完全ですね、この山本選手の素晴らしい飛び出しなんですよね。こういう飛び出すことによって、また外からのディフェンスが見えない角度、ジェバリ選手もう見えてましたね。ファンガラー選手、こう素晴らしい落とし、もう決めてくださいというような、自分でも打ちたいところだと思うんですけどもうPK のような状態でファンガラー選手はしっかりとキーパーの動きを見て流し込むことができているので、やっぱここに持っていった山本選手のクロスも素晴らしいですし、ジェバリ選手の落ち着きを、全体を見えた、自分のゴールじゃなくチームのゴールを優先した素晴らしい落としからのファンガラー選手の素敵なシュートだったと思いますね。今季7ゴール目、そしてチームの J1 ホーム899ゴール目。ジェバリ落として、ファンガラーの、9ゴール目、ファンガラーノが決めました。山田のパスですが、ネタラビ、ネタラビがジェバリへ、ジェバリ、山本落として、宇佐美が前を向いている、宇佐美、宇佐美ここから打つ、ソンボム軍対応も宇佐美らしいシュートが出ました。あの距離でも宇佐美です。ご覧のように前半終わって1対0でガンバ大阪がリードしています。1個のリスクで無駄なところでリスクを起こしたらやられるから、そこで考えるリスクをお母さんもお母さんもリスクを行こう、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 勝負する。マイナスのパス、ちょっと田中とは合いませんでした。そしてファンガラーの、これは岡本に当たった、岡本と競争、しかしファンガラーの速い、追いついた、山本がいる、ジェバリもいる、浮き玉で山本だ、手に当たったんではないかというアピール。あ、それから今主審の岡部さんが耳に手を当てて PK があったのかどうかという確認をしていますが、さあ岡部主審戻ってきました。 VAR の結果 PK、 ボールを持っているのはファンガラーノ、さあジェバリとどちらか、そしてこれが決まれば J1 ホーム900ゴールになります。モリアルですからね、まあ宇佐美ですね。まあゴールキーパーのラインのこともありますのでね。宇佐美決めた、 J1 ホーム900ゴール、メモリアルゴールはやはりこの男、背番号7番宇佐美貴史だ。2対0
その追加点が J1 ホーム900ゴール。決めたのはやはりエース宇佐美です。いや落ち着いてましたね、もう本当とてつもないプレッシャーだと思うんですけれどもまあ本当この PK、まあ、フォワードが有利かもしれないんですけど、このもう本当に緊張する中で気持ちを込めてしっかりと狙ったゴール、宇佐美選手900メモリアルゴールっていうのはやっぱガンバの歴史だと思いますし、そこを宇佐美選手が決めるっていうところ、このジェバリ選手、ファンナリ選手から奪い取ったわけではないと思うんですけれども、まあキャプテンがしっかりとゴールを決めるっていう信頼のもとチームとして託されたゴールだったのかなと思いますね。まあゴールキーパーのラインのこともありますのでね。宇佐美杉岡、鈴木明人、ここを挟んで取ったジェバリ、ジェバリ斜めに出す黒川左足、ヒットはしませんでした。最後までついていった田中、ジェバリ逆サイド、メシノ黒川も来るが、メシノ自分で行く、後ろからシュートを狙った石毛です。早速入った2人がゴールを取るために、はい、本当自分の意思を貫いてペナルティーエリアの中に入ってこうシュート行こうというシーンが見られましたよね。レタラビが前に立ちました。そして福田からメシのジェバリへ、キムミンテ、ジェバリ最後は左足、しのぐかガンバ、コンボ軍後ろから小野瀬、ジェバリ、福田がクリアをした。もう一度バラダが入れます。ちょっと味方同士かぶりました。そしてここで笛、2対1ガンバ大阪ホーム5連勝、J1 ホーム900ゴールも決め、そしてホーム5連勝。